毎週水曜日の暮らしと健康企画、元気丸ライフです。今週はこれから同時流行が心配な新型コロナウイルスとインフルエンザです。まずはこちらをご覧ください。これはインフルエンザの今シーズンごとの報告数なんですが、2019年2020年のシーズンの報告数が患者の実数で1万4111人だったのに対して、2021年シーズンは6人、2021-2022年シーズンは9人でした。でも今年は全国的にもインフルエンザの患者、コロナ禍としては増えてますよね。そうなんですよね。県内のインフルエンザ患者の今シーズンの報告数がもうすでに9人と、すでに昨シーズンをずっと通して数えた人数に並んでいるんですよね。ということで、これから年末年始にかけて注意が必要だということです。医師に詳しく聞きました。第8波、今第8波ですので、コロナは、これ今流行しているということになります。これまではその人口が密集していた地域で、新型コロナが発生していましたけれども、ここ最近第8波に関しては、東北北海道が人口あたりの新型コロナ陽性患者ということになると人数が増えているような状況になっていますので、岩手県特に気をつけていかなければならないというふうに思います。であとはインフルエンザが流行する理由についてですけれども、去年一昨年とインフルエンザ その罹患者数がものすごく少なかった、周りで、インフルエンザにかかってないということになりますと、その、人間の体もその免疫っていうのはこういう病気がありますよ、ウイルスがありますよということを忘れてしまう、そこにインフルエンザのウイルスが入ってくると、対応が遅れてしまって、かかりやすくなる。インフルエンザのウイルス病原体を忘れてしまう人が多ければ多いほど流行り始めるとわーっと広がるという可能性はあります。それでは県内でも同時流行は起こるのでしょうか。12月の終わりから1月の頭ぐらいで、患者数がぐっとこう増えてくることがありますので、そうしますとこれから1ヶ月ぐらいのところで、インフルエンザの罹患者数が増えてくる可能性はあります。またこのような可能性も。海外のデータではあるんですが、新型コロナに感染した人のインフルエンザの検査をしてみたらば、3% ぐらいインフルエンザの陽性者があったということが分かっています。海外のデータでは新型コロナとインフルエンザ A 型に同時感染した場合はそれほど重症化しないということですが、インフルエンザ B 型と同時感染した場合は重症化した例もあります。インフルエンザの方によっては同時感染すると重症化するということもあるので、ますます注意しなければいけませんね。そうですね。両方予防していかなければならないという中で、いつじゃあ自分たちが感染してしまうのかというのも非常に心配になってきます。この中で新型コロナとインフルエンザに自分が感染してしまったのかどうかというのを同時に調べられる検査キットが買えるようになります。こちらです。おととい厚生労働省が東京の臨床検査薬の製造会社に対して国内で初めてこの同時検査キットを製造販売していいですよと承認しました。ただですね、インフルエンザ発症した直後はウイルスの量が少なくて陰性の結果が出る場合もありますので注意が必要です。私も経験あります。で今後時期は未定なんですけれども、薬局やドラッグストアまたはインターネットでも手に入るようになるということです。なるほど。自分で検査できることにはやはりこうメリットがありそうですよね。そうですね。はい。そして予防法の一つ、ワクチン接種についても詳しく聞きました。インフルエンザワクチン、新型コロナワクチン、加えて、65歳以上の方で自治体から連絡が来ている方は肺炎球菌ワクチンも打っていただけるといいかなというふうに思います。体力が落ちたところで、二次感染として、肺炎球菌肺炎になってしまうということがありますので、それを防ぐことができます。新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは
同じ日同時接種が可能ですが、インフルエンザワクチン以外のワクチンは新型コロナワクチンと同時に接種できません。互いに片方のワクチンを受けてから2週間以上経ってから接種するようにしましょう。またインフルエンザワクチンと肺炎球菌ワクチンを接種する場合、1週間間隔を空ける必要があります。インフルエンザのワクチンは、接種してからすぐに効果が出るのではなくて、2週間程度経ってから抗体が作られて、そこからその予防効果が始まりますので、流行が始まりましたという情報が出てから打ったのでは遅いことになってしまいます。でそれから効果の持続期間というのはだいたい5ヶ月ぐらいというふうに言われていますので、12月の頭に打ったとしても4月いっぱいはその効果が続きますので、インフルエンザの流行する期間を優にカバーしますので、ぜひ早い段階で打ってもらった方がよろしいかと思います。今出演していただいた高橋医師によりますと、北海道や東北で新型コロナの感染者が急激に増えているのが寒いじゃないですか、はい、で換気が難しいということも理由の一つとして考えられるということでした。そうですね、冬場の換気はなかなか難しいですけども、暖房をつけたまま少しこう換気をするなど工夫することが必要ですね。そうですね、はいはい、以上今週の元気丸ライフ、新型コロナとインフルエンザでした。